これですね、ポルスキバス。いやー、クラフク、すごいよ。来てよかったです。今日の部屋はこちら。わお、旅ご飯としていい感じだと思います。おはようございます。無職旅です。2017年9月9日、時刻は7時20分です。今はチェコのブルノという町にいますが、これからバスでポーランドのクラクフという町に行きます。朝とはいえ9月にしては寒いですね。結構あそこの女性もマフラーしてますし、と思ったらあの人半袖だし、基本的には寒いと思いますよ。ショッピングモールの中を通って、ブルノの大きい方のバスターミナルに向かいます。あったかい、暖房かけてますね。まだ9月9日なのに。ワニがいます。そういえばブルノのシンボル的な生き物だったかな、ワニ。日本だと最初の回って1回で、外国だと0回ってことが多いですけど、なんかね、チェコは0だったり1だったりまちまちなんですよね。なんでだろう。ブルノのバスターミナル到着です。あとは予約したバスが本当にここから出発するってことで間違いありませんように。不安だなぁ。なんか雰囲気的にここじゃない気がしちゃってるんですけど、不安です。インフォメーションで聞いたらここで会ってました。よかったです。朝ごはん買い忘れちゃったと思ったんですけど、自動販売機があって助かりました。お土産物とかトランプとか売ってます。トランプバスの中でしろってのかな。ああよかった。結構不安だったんですけど、これですね、ポルスキバス。ああよかったよかった。8時ちょい過ぎ、ブルノ出発です。追加料金150円を払って、2階の一番前の席を予約しました。時刻は10時30分、20分休憩みたいです。何かご飯買おうと思います。ところでここもポーランドだったらどうしよう。この価格表記はポーランド入ってますね。これまあ大丈夫。クロワッサンとドーナツを買いました。ポーランドの可動ビッツェだと思います。あと1時間半ぐらいかな、でクラクフ着くと思います。時刻はだいたい13時、チェコのブルノから約5時間でポーランドのクラクフに到着いたしました。クラクフのバスターミナルでございます。ここに来るのも3回目かな。馴染みの場所です。バスターミナルの脇には駅があって、ショッピングモールがあって、であの向こうがクラクフ旧市街だったと思います。地図見ないで歩き始めてます。最近こういうことすると大体勘違いしてるんですけど、まあ、今回は大丈夫な予感がします。ショッピングセンターです。確か3階か4階ぐらいにフードコートがあって、よくお世話になりました。まあ、今はあんまりお腹減ってないんで、また後にしましょう。レゴっぽいおもちゃの展示なんですけどやけになんかリアリティがあるというか、生々しいというか、お国柄なんでしょうか、もしかして。クラクフの駅前です。せっかくなので、歴史的な門がある北から旧市街に入ろうと思います。あそこの兄貴も今ちょうど上着脱いでましたけど、結構あったかいです。
朝寒かったけど、もうここはこうすげえムキムキ、T シャツでちょうどいいぐらい。いや、それでも暑く感じますね。夏っぽくなってきました。そういえばついさっき YouTube チャンネル登録者数500人に到達いたしました。皆様ありがとうございます。今後も頑張りますのでよろしくお願いします。ここを曲がると像が見えて、門が見えたはず。どうだ、あ、像ありました。あ、門も見えました。記憶通りです。やった。誰が誰だか分かんないんですけど、戦って勝った人と負けた人なのかな。訴えかけるものがあります。ここに砦みたいなのがあって、あそこが旧市街の城壁と門です。あそこをくぐると中世の街並みが広がってきて、すげえすげえって感じになるはずです。ではでは門をくぐります。マクドナルド、おお、期待通り、いいですね。あ、こっち城壁があって絵がいっぱいあります。ヒゲのおじいさんもいます。いやー、いいですね。このクラクフの旧市街は世界遺産登録の第1号のグループという、すごい街なんです。なんでこの少年はお面かぶってるんだろう。懐かしい、あの踊るやつ久々に見ました。横の酔っ払ってそうなおじちゃんが重要人物です。ゆるキャラっぽいのいました。おお、なんだかわかんないよ。おお、クラクフ旧市街の中央広場です。広い、華やか、綺麗。やっぱりね、この街すごいんですよ。来るの3回目なんで、こういう雰囲気なの十分知ってるのにね、こんな興奮しちゃってますから。いやー、クラフクすごいよ、来てよかったです。しかも今日はこの中央広場に面した宿に泊まってしまいます。荷物置いて一休みしたら、ね、早速散歩しましょう。超楽しそう。あ、赤い人がいる。わけわかんない。なんか可愛らしい車の何かやってます。展示なのかな、イベントなのかな。で、馬車でしょ、セグウェイでしょ。うわー、楽しい。それはね、おじいちゃんも塔を登りたくなっちゃいますよね。ダメだと思うんですけど。グラスで演奏する人、いい音色。宿ありました、入ります。どこ行ったらいいのかな。古いお屋敷って感じです。もう階段なんか歪んじゃってるし、でもそこが逆にいいと思います。こんにちは。ハロー。ゲームが置いてあります。ちょっと古いけど。今日の部屋はこちら、細長い、でも結構いい感じがします。居心地良さそうです。わお、いいですね。部屋の窓からね、中央広場ですよ。これは上がるなね、とても良いです。15時34分1時間半ぐらい休憩しちゃいましたが、クラクフ散策出かけます。土曜日ってこともあるのかもしれないですけど、今までの街に比べると随分観光客多くて賑わってます。のんびり観光しようと思ったんですけど、いきなりデモをしてる方々とすれ違っております。なんだろう。まずはポーランドのお金を ATM か両替所でゲットして、それからご飯食べに行こうと思います。ストリートパフォーマーの人ももうちょっと耳の後ろに行った方がいいんじゃないかな。あの方はパフォーマンスなのか宣伝なのか趣味なのか。宣伝ですね。今まで行った街も全部良かったんですけど、
やっぱりクラクフはなんか格が違うなって感じしますね。素晴らしさと街の規模とその他諸々、やっぱ総合力がすごいんですね。まあ、これだけ人が来てるっていうことを見ても明らかなのかなと思います。適当に歩いてたら目当てのお店通り過ぎちゃってたので引き返します。それにしてもすごい人ですね。ありました、こちら。読み方わかんないんですけど、トリップアドバイザーでかなり上位なんで、入ってみようと思います。わあ、ちゃんとしたレストラン。入店しました。かなりちゃんとしたレストランでお値段もいい感じなんですけど、頑張ります。いきなり贅沢して名物食べます。ポーランドのお酒といえばウォッカらしいので、ズブロッカというのを頼んでみました。アヒルに頼んだだけなんですけど、コスっぽくなってるみたいで前菜が出てきました。あとズブロッカ、すごいアルコール度数強いです。カーッときました。メインディッシュ登場でございます。伝統的なポーランド式のアヒル、そしてズブロッカ。全然減ってませんが、どうやって食べたらいいんだろう。美味しい。まず柔らかい。それで肉が美味しくて、ソースも甘くて美味しいです。アヒル丸々焼いたやつとか、そもそも普段食べる機会ないし、とっても旅ご飯としていい感じだと思います。とても美味しかったです。なんかおまけもいただきました。さすがちゃんとしたレストラン。ごちそうさまでした。美味しくて、そして酔っ払って、とても楽しい気持ちです。